動画編集中の桜井さん、はい、ちょっとねいいお知らせとミッションがあるんですけど、はい、このパイの実は桜井さんのパイの実ですか？はい。美味しいですか？大好きです、はい、美味しいです、はい、ちょっとこちらに来ていただいてもいいですか？はい、はい、ちょっとこちらに、はい、これ実はねいいお知らせはですね、はい、プロポなんか変わった感じしません？アンテナ消えてます。お、気づきました？気づきました？うん、これねあの前のプロポっていうのは、うん、あれ昭和のプロポだったんですよ。昭和のプロポ、昭和のプロポだったんです。桜井さんが生まれる前のプロポだったんですけど、うん、これね平成のプロポになりました。お、令和ではないんですけど、令和ではないでほら濃厚って言ってほらなんか電波がうまくいかなくてよく止まってて運転しづらかったでしょ、うん、あれがね多分ほとんど解消されたと思いますんで、なので快適に、はい、できると思います。でこれが今いい知らせ、ミッションはですね、ここにタイヤがあります。タイヤ、はい、これ何ですか？タイヤ、これ何ですか？タイヤ、これ何かわかります？タイヤ交換のやつ。ああ、すごいじゃないですか。このタイヤをですね、うん、これ付け替えてもらっていいですか？あ、え、あ、そう。で、付け替える、なんで付け替えるかっていうと、はい、このタイヤちょっとこれ触ってください。はい、これ触ってみてください。うん、なんか違いわかります？こっちの方が滑りにくい、うん、そうなんですよ。これねすごい実はめちゃめちゃグリップが夏場だといいんですけど、今冬場だと運転すごく実はめちゃめちゃ難しいタイヤだったんですよ。でだいぶ操作も慣れてきたように感じるので、もうちょっとねこのグリップの高いタイヤを使っていただこうかなと。はい、そうです、そうです。あ、そうです、そうです。ん、そうですよ。ん、う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 ん、はい、取れました。はい、代わりにこれを入れるんですけど、これちょっと見せてもらっていいですか？裏くるっと回してもらっていいですか？はい、汚くてごめんなさい。ここにこれ形なんていう形だと思います？なんていう形、うん、1,2,3,4,5,6 角形、そういうことです。ここの六角とこっちも六角あるなってますね、うん、これ合わせないといけないんです。これをちゃんとカコッと入れてもらってから、うん、あ、これは来た。入りました？入りましたね。来ました、来ました。うん、そしたらこれを閉めると。桜井さんのあの、はい、マシンの進行状況はどんなもんですかね？ああどんなもんですかね？進んでないです。進んでないですか？はい、進んでないです。はい、まあ、今、あれですからね、動画編集も頑張ってますからね。どうですか？あ、結構ね、あのね、強く締めてもらっていいですよ。はい、そうそうそう。ああ、いいですね、いいですね。結構締めてもらうと。はい、いいと思います。これを4つやってもらって、はい。はい、ちょっとあの、桜井さんの、これやってる間に桜井さんの今のマシンの進行状況を覗いてきていいですか？はい、はい、行ってらっしゃいませ。はい、行ってきます。はい。お、なんかメカが、あ、なんだ、すごいサーボが乗ってるじゃないですか。すごい、あ、もうだいぶ進んでますね。あれですね、桜井さん、はい、ボディ作りが近くなってきましたよ。わどうぞ。あ、六角がそうなんですよ。いらっしゃらない。そうなんですよ、そうなんですよ。いらっしゃらないでしょう。いらっしゃらない。
これをね、なってほしかったんです。実は待ってたんですよ。今外したホイール見てもらっていいですか。外したやつですね。おそうなんですよ。これくっついてきちゃうんですね。あ、そう、くっついてきちゃうんですよ、実は。取れましたね。でこれね、よくあることなんですけど、この車には入ってないですが、これよく外れるんで、タイヤ交換すると煩わしいじゃないですか、うん、だから、まあ、いずれですけど、これオプションで、オプションパーツでアルミ製のすごい格好のいいね、うん、六角ハブっていうのがあるんですよ、うん、そうすると外れなくなるんですが、桜井さんはまだだいぶ先の話です。はい、はい、こう、そうで、この六角ハブの中に、あー、おー、はいはいはい、そうです、そうです。それ今何の曲ですか。知りません。今作りましたあちょっとちょっと、あなるんですよ。なんか落ちたね、今ね。あれ、あ、またありました、ありました。はい、このピンがね、落ちるんですよ。かなり煩わしいでしょう。そうなんですよ。そうです、そうです、そうです、そうです。そうです、そうです。よし、はい、まあ、最終的にはこのタイヤ交換1本10秒ぐらいでできるようになってもらいますんで10秒ですよ。僕がね、今この2本終わったら僕が2本をお見せしますから。お願いします、はい、もう1本何分かかってるか分かりませんよ、はい、結構大変ですよ、タイヤ交換するのね、うん、こう 早送りですね、今のところはね。ですね強く締めました。締めました。もう一回結構頑張って締めてもらっていいですか。あとチェックしますんで。あ、ちょっと頑張りすぎかもしれないですが、ちょっとカメラ変わってもらっていいですか。ちょっとチェックしますね、締め具合を。あ、もうちょっといってもよかったです。よくね、あの締め方を説明するのに、か弱い女性なら命がけで締めてくださいっていう表現をするときがあるんですよ。多分桜井さん結構か弱いと思うんで、命がけで言ってもらっていいです、はい、で交換しますよ、これね、はい、こう、ぐるぐるっと終わらせたら、そしてで、ぐるぐるっと入れて、かっこいいと思いました。思いました。あ、思いましたね、はい、そう思いましたさっきのあれですね、もしかしたらパワハラかもしれないですねちょ気をつけますんで、言動に、はいはいはい、これで完成しました。なので今からこの平成のプロポでぜひ走ってみてください。ありがとうございます、はい。